カリブカスザメスクアティナ・デュメリルはカスザメ族に属するサメの一種。北西大西洋に分布する。艇性で夏は沿岸、冬は深場で見られる。他のカスザメ類のように平たい体と大きく広がった胸びれ、腹気を持つ。背面には強い棘の列があり、2007年に本種から分離されたスクアティナ・メキシコナ・スクアティナ・ヘタラプターと区別できる。 体色は灰色から褐色で黒い斑点が散らばる。全長1.2から1.5メートルになる。待ち伏せによって魚やイカを捕食する。体勢でメスは数年おきに4から25匹の飼魚を産む。漁業的価値はないが、混格されることがある。IUCN は保全状況を情報不足としている。かつては本カスザメと同種とされていたが、 フランスの博物学者、チャールズ・アレクサンドル・ラスワーによって、1818 18年のジャーナル・オブ・ザ・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエン u r a フィラデルフィアにおいて、独立種として記載された。記載に用いられたのは、米国東部で捕獲された1.2メートルの生態オスで、主相名は、アンドレ・マリエ・コンスタント・デュメリルへの県名である。マトドナを用いた分子系統解析では、 南米に分布するカスザメ類よりも太平洋に分布するカリフォルニアカスザメと近縁であることが示された。分子時計ではこの2種の分岐は610万年前と推定されている。これはパナマ地峡の成立とおおむね一致し、これによる生息地の隔離によって2種が分岐したと考えられている。背面は灰色から褐色で多数の小さな反転が散らばる。体は 縦平たし、ある程度細い。胸びれ、腹筋は大きく広がる。頭部側面の皮しびらの縁は滑らかで、商用状にはならない。目は大きく、後方には目立つ、噴水孔がある。鼻光の縁は滑らかか、わずかに棒状で、細く尖った髭を持つ。口は幅広く、片側の歯列は、上顎で10、下顎で9。中央には、歯のない隙間がある。 角葉の基部は幅広く、縁が滑らかな一本の尖った先頭を持つ。体側に五体のエラ、列を持つ。胸びれは幅広くてかどわり、後端は細くなる。前端は頭部から分離し、三角形の突出部となる。二機の背びれは同じような大きさ、形で体のかなり後方に位置する。尻びれはない。おひれ下葉は常用より大きい。 川場の基部は丸く、三本の水平な両線がある。背面の正中線に沿って、頭部から、小柄まで大きな棘の列が走る。背面は、緑褐色、青褐色、赤褐色などで、暗く小さな反転が、時折不規則に散らばる。覆面は一様な単色である。全長1.3から1.5メートル、最低でも16キログラムに達する。北西大西洋に分布する。 マサチューセッツ州からフロリダキーズで最もよく見られるが、メキシコ湾北部にも分布し、キューバジャマイカニカラグアベネズエラからも不確定ではあるが報告がある。分布域の南部では、スクアティナヘタラプタースクアティナメキシコナと混同されている可能性がある。訂正で大陸方から大陸斜面のサデーテイに生息する。米国東部では季節回遊が記録されている。 夏には35メートル以前の浅瀬に移動し、水深数メートルの場所でも見られるようになる。秋にも沿岸域にはいるが、90メートル程度の深さまで戻る。冬から春には90メートルより深い大陸方火部に移動し、ある個体は陸から140キロメートル離れた水深1290メートルから捕獲された例がある。大西洋ニベは重要な獲物の一つである。 待ち伏せ型捕食者で、ほとんどの時間を堆積物に渦漏れて過ごす。餌は主に低制魚で、ニベカヒメジカイボダイカなどが主だが、より素早いアジカの低制魚なども、稀に食べる。次に、重要な餌生物はイカで、特に小型個体で比率が高い。カニエビシャコガンギエイ、ニマイガイなども食べることがある。日中、夜間双方で節置する。 口の幅の50-60%の獲物を選択する傾向にあり、これは最も効率よくエネルギーを得るための最適採食戦略だと予想されている。餌の種類は秋から冬に急激に低下する。小型個体は大型個体よりも多様な餌を食べる。メキシコ湾北部では主要な餌生物は大西洋ニベ、ステナタマスカプリニスレオスタマスザンサリウスペプリラス。 バーティ目玉姫路大西洋姫路アメリカ県先イカであった。これらの重要性は、その季節的な個体数変動に応じて変化する。例えば、イカは陶器に重要な餌生物となる。寄生虫として、カイアシ類のユダクトリーナスプニャラが知られている。卵黄脳が残るタイジタのカスザメ類と同様に耐性で、受精卵は卵黄によって成長する。メスは、 左の卵巣のみが機能し、子宮は両側が機能する。交尾は春に行われ、オスは胸びれ外縁の棘をメスを押さえつけるために用いる。メスの繁殖周期は2年かそれ以上である。産子数は4から25で、母体の大きさによらない。妊娠期間はおよそ12ヶ月、出産は2から6月、水深20から30メートルで行われる。 出生時は25から3 0トルで、オスは9 3ンチメートル、メスは8 6トルで、生成熟する。サメ類では珍しく、オスより、メスの方が、成熟時の大きさが小さい。他のカスザメ類と同様、通常は攻撃的ではないが、鋭い歯で噛みつくことで劣症を負わせることがある。英明サンドデビルは、漁獲時に、水上でもひどく暴れ、 飛び上がって噛みつこうとすることから名付けられた。商業的な底引き網で混格される。過食だが市場に出回ることは少ない。IUCN はデータの欠如から保全状況を情報不足としている。ありがとうございます。